はい、暗号通貨ニュースでございます。なんかこの1ヶ月、暗号通貨の値上がりっていうのがあんまり起きてないですよね。まあ局地的には値上がってる個別コインっていうのはあるかもしれませんけども、全体的、そして個別の中でも上位コインっていうのは、まあ、下がる一方、もしくはよくて横ばいです。ビットコインも350万円前後で落ち着いちゃいましたし、まあイーサリアムもね、今となっては22万23万のあたりをうろうろしてる状態です。まあその中でひときわね、下落率が悪いっていうか、下落率がいいのかな、どっちかって言ったらいいのか分からないんですけども、リップルっていうのが今64円ぐらいになっちゃいましたよね。で、私がリップルを大量決済した時が折しもベストなタイミングだったと言えます。当時190円ぐらいで私は大量決済しまして、大きな金額を銀行口座に入れたってことになります。ちゃんと課税計算もしましたけどもね、そちらの方は来年、課税されるものだと思いまして準備してるんですけども、リップルがね、なんでね、190円から60円台まで落ちてしまって、そして回復の兆しがないのかなってことなんですよ。これははっきり言って利確した人が多かったんですよね、私と同じようにそして利確した後はもうリップはね、二度と、もう私もそうですけども、もう見向きもしないですね。リップはもう終わったのではないかなと思ってます、私は。で、私と同じような判断をしている人も同じような気持ちでリップルをほとんど売却して、そのまんま別の通貨に、まあ、思いを馳せるのか、金の方に行くのか、それとも有価証券に行くのかってことだと思います。暗号通貨だけしかやってない方、暗号通貨から投資を始めた方ってのは暗号通貨以外に逃がせる場所がないので、その中で結局利確の消費に合うだけなんですよ。言ってみれば私が分取ってしまったってことなんですけどもね。だからその暗号通貨ってのは安い時に買って高い時に売らなければならないのに、高くなったからといって目立って買いに入る人っていうのは、もうはまだなり、まだはもうなりのまんま高値掴みで終わっていくってことなんですよね。私が190円で売却したってことは190円で買ってる人もいるわけなんですよ。買ってるからこそ私の売りが成立してるわけですからね。そう考えたら、あの190円で買いに入る人っていうのは私から見るとなんて無駄なっていうかね、すごく不利な戦いをしてるんだってことだったんですけども、そういう人のおかげで私が売り抜けたってこともあります。まあこういうふうに投資の世界っていうのは、誰かの利確が誰かの損切りでイコールになっちゃってるんですよね。ですので悔しいかもしれませんけども、塩漬けになった方はね、自分の買ったところが、まあ、まさにね、ちょっとタイミング悪かったなって思っていただくしかなくて、これはXRP 以外でも同じですよ。やっぱ高値で買っちゃうんですよね。で、それの最たるものが2017年にあったね、 ICO ってやつです。 ICO ってものがいろんなプロダクトローンチを込みで、YouTuber さんがね、広めていきました。私はそれに全く参加しなかったんですけども、全部、上場前が高値掴みっていうね、そういうオチになってきましてね、上場したら全部値段が下がって、なんかノアコインっていうのが代表的なのありましたけども、散々ですよね、あれはね。あれほどまでに人気があって、あれほどまでに購入者が多くて、あれほどまでに大丈夫だ大丈夫だっていうような風潮であった時に、私はすごくネガティブだったんですけどもね、最初はすごく目があるなと思ったんですけども、全然ダメでしたね。ガクトコインも同じですよね。この2つは私は本当にね、あのまま済ましていいのかなと思うぐらい、私はね、まあ実損がなかったとは言ってもなんか割り切れないものがあったかなと思います。というのが、エーダのようにっていう冠言葉をつけた方が成立していた部分もあったからなんですよね。まあその辺もいいです。全体的に今日は概要を申し上げたくてこの動画を撮ったんですけども、買う人がいるから値段が上がる、買う人がいないから停滞する、売る人がいるから値段が下がる、この原則に、まあ、見余りがなければ高値掴みをすることがないと思うんですよ。だから値段が上昇中の時っていうのは多くの人が買いに走ってるわけですから、売っていかないといけないんですよね。利確時なんですよだからこれがほとんどの人と判断が別のところなんですよ。もう誰もがね、見向きもしない時、そんなものって売買されていたのっていう時にちゃんと仕込んでおいて、人が注目した時にはもう売り体制に入っていないと遅れちゃうんですよ。だからイーロン・マスクさんがビットコインの決済を可能にするよみたいなね、ことを言った時っていうのは既に仕込みが終わってないといけないんですよ。だからイーロン・マスクさんが大量買いをしたっていう事実はありますけども、その大量買いの前にイーロン・マスクさんは少しずつを買い増してなかったのかなってことを考えながら、700万近くで買ってるかどうかってことですよね。今日言いたいのはそういうことでございます。もうちょっと思考を深めていかないと、投資っていうのは残念ながら一方的にお金を失う人と、いつもの手法で利確を成功させる人とに分かれてきますんでね。それでは本日は以上でございます。